それでは確率論第6回の講義を始めていきたいと思います。まずこの講義では前回第5回から2つの確率変数がある場合の確率、同時確率というのをどのように扱うのかという話をしてきていました。で、今日もその続きです。前回勉強したのはまず確率変数が x と y と2つある場合の確率密度、結合確率密度という話で、それを前回勉強しました。そしてこの結合確率密度から例えば x の分布、確率分布、確率密度分布というのはどういうふうに計算するかということで、まず周辺確率というのを勉強しました。これは、x の例えば周辺確率、周辺確率密度であれば y がどのような値を取っているかにかかわらず、 y がどのような値を取るかというのが確率的にしか決まらない中で x がどういう値を取るのかという、そういう分布を表すのが x の周辺確率密度でした。で、同じように x がどういう値を取るかが確率的にしか決まらない中で y がどういう値を取るかというのを決めているのが、それを表現しているのが y の周辺確率密度でした。そしてもう一つ勉強したのが条件付き確率です。これは例えば x の条件付き確率であれば y がある値を取った時にでは x はどういう確率密度で分布するのかという話でした。そういうふうな x の分布を表しているのが x の条件付き確率密度だったわけです。で、今日はさらにここから進んで結合確率密度 f of xy ですね、この2次元の確率密度の期待値を求めるという話をします。そしてこの期待値、2次元の確率密度の期待値という概念を使うことで、2次元の確率密度を持つ時の xy それぞれの平均、そして分散というのをどう定義してどう計算していくのかという話をします。そしてさらにそこから概念を拡張して x と y2 つの確率変数、この2つの確率変数の分布がどのような関係にあるのかというのを理解するための2つの新しい量を導入します。それが1つが共分散、そしてもう1つがその共分散から得られる相関係数です。それでは詳細授業の内容を見ていってください。それでは早速確率論第6回の内容に入っていきましょう。今回勉強するのは前回勉強した確率変数が2つある場合の確率密度、もしくはより一般的に確率というものの考え方の続きです。ですのでまず前回勉強したことを非常に簡単にですが復習しておきます。まず前回最初に勉強したのは確率変数が2つある時の確率密度です。で、こういう時の確率を同時確率というんでしたね。で、さらにこの同時確率の時の確率密度を結合確率密度という言い方もしました。もしくは、結合確率密度、もしくは結合密度分布、確率密度分布という言い方をしてもいいと思います。とこの確率論の授業、例えば確率とか確率密度、密度分布、確率密度、そして、確率密度分布ですね、こういうふうに用語がいくつか揺れる時があります。習慣上揺れる時があります。ですのでこの用語もそうですが、こちらの記号のルール、こちらがどういうふうに書かれているのかというのを着目しながら、今どういう話をしているのかというのを見失わないように進めていってください。で、さらに前回勉強したのは、この中で例えば y があらゆる値を取るときに x の分布だけを考えたらどうなるのかということで出てきたこれです。これが、周辺確率でした。で、この周辺確率には y がどういう値を取ってもいいというときの x という話と、 x があらゆる値を取ったときのy の分布ということで、 y の周辺確率というのもあるんでした。これは周辺確率です。書いておきましょう。で、さらに y がこれですね、この y がある値を取ったときに、x がどういうふうに分布するかという話で、条件付き確率というのも勉強しました。それはこういうふうに書くんでした。例えばこれだったら y がy1 という値を取ったときに x がどういう分布をするかという確率密度ですということです。周辺確率密度って書いておきますね。
でこっちは条件付き確率です。確率密度です。で今日さらに勉強していくのはこれです。この、同時確率分布もしくは確率、結合確率密度、こいつに注目して、さらにここからいろんな性質を取り出していくという話をします。まず具体的にはどういう話をするのかというと、最初に勉強するのが、この同時確率もしくは結合確率密度分布から得られる期待値です。で、期待値が出てくると当然ここから平均というのも出すことができます。でさらに分散ですね。でこのあたりまでは、今まで勉強したのと同じような流れで進んでいきます。ただし確率変数が2つあること、2つもあることによってある特殊な量というのが出てきます。それが共分散です。そして、それと関連した量として相関係数というのも出てきます。で、今日なので勉強するのは結合確率密度に関する期待値、平均、分散、そして特にこの結合確率密度に関して、だけ定義することのできる共分散と相関という話をしていきたいと思います。それではまず、この予告通りさっきやった予告通り、まず、2変数の確率密度に関する期待値を見ていきましょう。2変数の場合の期待値です。まず、どういう記号を使うかというのを明確にしておきますね。まず確率密度、これは F of XY で書きましょう。でこの確率密度、この F of XY に対する関数 Phi of XY の期待値を求めましょうという問題です。これを今から考えていきます。関数 Phi of XY の期待値はという問題です。ちなみにこれ慣れてない人のためにこれは Phi です。いいかな。じゃあいきますね。期待値の書き方なんで、今までと同じようにこの記号を使います。 Expectation 期待、E ですね、これです。で、この中に関数 Phi of XY が入ります。これどういうふうに定義するのかというのを見ていきたいと思います。まず、離散的な、確率密度に関してはこういうふうに書きます。順番ちょっと考えながら書いていきますね。 Phi of XY に確率密度 FXY をかけて、XY 両方に対してマイナス無限大からプラス無限大まで積分します。こうですね。これいいかな。1次元の確率密度の期待値というのはある関数、ここが例えば X だけになるんですが、 Phi of X、 今 Y 一回忘れましょう。1次元に小さくして考えます。 Phi of X、 これに、例えば確率密度 F of X をかけて X に関してのみマイナス無限大からプラス無限大まで積分するというのが期待値の定義でした。これが2変数に拡張されるとこの積分が二重になります。XY 両方に対して積分していくということになります。でちなみにこの時、何気に重要になっているのがこの確率密度 F というのが XY 両方に対して規格化されているということです。なので、Fオブ XY、 これ前回やったところなんですが、 F of XY をここ何もかけずに、二重でマイナス無限大からプラス無限大まで積分すると1になるという規格化条件がありましたよね。
でそこに対してある関数をかけている。なのでこの規格化条件があるからこそこの定義でそのままこいつの期待値が出てくると、 phi of xy の期待値が出てくるということです。で、ここまでは割とストレ、ここまで割とストレートに分かると思います。で同じようにもう少しストレートに分かるだろうなっていうのが、離散的な場合です。こっちね、これはファイオブ XY が連続的な確率3つの時でした。なのでつまり X と Y というのが連続的確率変数の場合です。で一方で、あ、ここ書いとこうかな、 XY が連続XY が連続確率変数です。で、一方で XY が離散の時、離散確率変数の時っていうのはどうなるかっていうと、これも実は今までと同じ、一次元の時と同じように考えていきます。この積分がサンメーション和に変わります。あ、これも順番に書いておこうかな。F カッコ XIYJ、これに F of XI 離散なので、離散してますというのを表すのに下付き文字 I と J がつきます。でこれを二重に和を取ると、で、一つは Y に対応する J イコール、あ、ごめん間違った、J イコール1から、最大値 N ま で、 で次が I イコール1から最大値 M までですということです。で、今離散の場合っていうのはここの確率密度っていうのが確率の実際の値 P っていうふうに置き換えて書くことが多かったので、それも書いておきますね。これはシグマシグマ、これ省略してますが、このI イコール 1M というのがこことここに入って、 J イコール 1N というのがこことここに入ります。あ、ごめん、J イコール1と N がこことここに入ります。これ今スペースの都合でちょっと省略しておきます。で、その上で Φ までは一緒だよね、 XIYI と。で、このここですね、確率密度が具体的な確率の値になって、PIJ というふうに書くこともありますということです。いいかな。でここちょっと本当はこっちの方が難しいはずなんですが、こっち今までずっと議論してきたので分かると思うんですよね。でここ、特にこの辺りとかなんだかよく分からなかったって人は、今までの授業の中の、最初の方ですね、離散、確率変数の、期待値というところを見直してみてください。多分第1回の最後か第2回でやっていると思います。では、この期待値いいよね、特にここ注目しておいてください、覚えておいてください。期待値を求めたい変数に確率密度をかけて、二重に積分してやると、 X と Y、 Y と X 両方に対して積分してやりますということです。では実際にこの期待値の、一番よく出てきて、かつ、まあ、おそらく一番重要な例として平均を求めてみましょう。 X のちょっと待ってね、FXY の X に関する平均です。あ、違う、間違った、ここですね、 FXY、FXY ですね、 FXY の X に関する平均、 FXY の X に関する平均というのを求めてみましょう。これ記号としては、今までと同じ X で書きます。でこれがつまりさっきのスライドで言うと Phi of XY ですよね。でただ今、これ Phi of XY は2次元の X と Y 両方の関数にすることもできるんですが、この Y が定数だと今考えてやれば、この Phi of XY というので一般化した形でこのphi of xy イコール x というのも表せているということです。なので、さっきの話、これですよね。この定義で、そのままこの話を進めていくことができます。
で実際見てみましょう。これは、あくまでも 二変数の話をしているので、ここに f of xy が来ます。でここに x、 こいつね、こいつがここに回ってきます。でこれを二重に積分するわけです。でどういう順番でもいいんですが、例えば最初に y、 次に x でしょうかな。これ入れ替えても同じ結果になります。でこれをちょっと待ってね、ちょっと分かりにくくなっちゃったな、ここ囲っておきます。でこれを我々は、これを我々はちょっと、分かりにくいな、これを我々は μx と書くことにします。でこれ今ちょっと流れを、簡単なはずなんですが分かりにくくなってるといけないので、もう一回復習しておきます。今我々が考えているのは f of xy という、確率変数が2つあるような確率密度、これに対する x の平均を求めています。でそれは x の平均というのは要は x の期待値なので、今まで通りエクスペクテーションオブ x と書いて、でここに x が入ってここに確率密度をかけて積分しますと。これも今まで通りです。でただし今 f of xy っていうところに変数、確率変数が2つあるので y と x 両方に対して二重に積分していますということです。でこれが定義そのものです。でこれを計算したらこれが出てくるんじゃなくて、これをμの下付き x、 こういうふうに書きましょうというふうに今この記号を決めたわけです。いいかな。これこれ計算してもこっち出てこないので気をつけてください。あくまでも μx というふうに、x に対する、 x に関する平均、 x の平均、あこれもちょっと言い方変でしたね、 x の平均、 x の平均、として f of xy に関する x の平均を μx と書きましょうという話です。でじゃあこの μx、 これ一体何なのかというと、これは y に無関係な x の平均ですということです。いいかな。y があらゆる値を取ることを想定して、どんな値、 y がどういう値を取るかっていうのは分かんないんですね。それはあくまでもこの確率密度に従って決まります。でただ y がどんな値を取るか分からない中で、じゃあ x の期待値、 x はどういう値を取るのかと期待されるのがこの μx だということです。これが x の平均です。で、同様に y の平均というのも、定義できます。一応これせっかくまとめの、板書を今からするので、x の平均も書いておきますね。x の平均、それは μx でした。でこれはエクスペクテーションの x でしたよね。これが x の平均です。で同じようにもうこれ式は、詳しい式は書きませんが、 y の平均というのを定義することもできます。これはいいよね。つまりここね、さっきの式で言えばここが y になってここも y になるだけです。で同じ式で定義されます。でそれを今 μy というふうに書きました。でこれが y の平均です。いいかな。でちょっと一見難しくなるんですが、冷静に考えたら実は難しくないというのが次です。x の分散です。これね、シグマ x の2乗。これも、同じように定義できます。一次元の時と同じように定義できます。でどういうことかというと、こうでしたよね。これはエクスペクテーションの x から、ちょっとごまかして確認、一回ごまかしてすぐきちんと説明します。x から平均を引いてこれを2乗したもの、これの期待値が分散でしたよね。で今これx の分散考えているので、この平均というのは何なのかというと x の平均ですということです。でこれも式は、詳しい式は書きませんが、これ気になる人は自分でちゃんと書いてみてください。ここだけです。こいつ、これがこの x にとって変わるという話ね。ここがここが x-μx の2乗に変わりますと
というだけです。でそうすると、このシグマ X の事情 X の分散というのが計算できます。で同じように全く同じように Y に関してもこういうふうにして分散が定義できます。 Y の分散は、シグマ Y の事情と書きましょうという約束があって、約束を今しました。でその上で、計算としてはエクスペクテーション期待値の何の期待値かというと y-μy です。今度は y の話をしているので平均も y になります。これの事情の期待値ですということです。いいかな。でここまでは今までも出てきたのと同じような話だと思います。平均と分散っていうのはもう一次元の時にも出てきた概念ですよね。これ書くの忘れたのでちょっと書いておきますね。 X の分散です。 Y の分散なのでこの X の平均 Y の平均 X の分散 Y の分散書き方統一します。 X の平均 Y の平均 X の分散 Y の分散というのは今まで出てきた平均分散一次元で今まで出てきた平均分散をそのまま拡張した概念です。でそれに対してこれつまりこいつらは X だったら X だけ Y だったら Y だけで考えているわけです。でそれに対して X と Y という2つの確率変数つまり確率的にしか値の決まらないような変数の間の関係を表すような量というのを定義することができます。それが、今日のハイライトの一つ共分散です。これね、これ今日のハイライトの一つです。よく見ていってください。共分散、まず、記号の書き方としてはこういうふうに書きます。シグマの XY です。で、これはエクスペクテーションの、ちょっと待ってね。エクスペクテーションの期待値の x-μx y-μy というふうに定義します。で参考までにさっきの x の分散ここに書いてみましょう。これは x-μx の事情の期待値でしたね。でこれ、まず一つ目気づくのはここです。ここ事情ってついてますよね。でこれこいつ分散なのにここに事情ってついていません。でその代わりここに X と Y 両方が書いてありますということです。でこれ X と Y かかっているので事情と同じドメインですということです。でこれ1個だけと事情になっているので事情のドメインということで、これディメンジョンは合っているというふうに考えてください。で実際じゃあディメンジョン合ってんのかってこの中の定義も見てみましょう。でそうすると X の分散のところは X があってそこ何か定数を引いた上で事情になってますよね。なんでこれ確率変数の事情という、ディメンジョンです。で一方こっちは X の一乗ですよね。でこっちは Y の一乗です。でこれがかかっているので結局確率変数の事情のディメンジョンという意味では、こっちもやっぱ事情なんですよ。なので、こいつとこいつというのは同じディメンジョンにあります。でさらにもう一個ポイントなのはこれね、これ X と μX の事乗です。でこっちは X-μX に Y-μX をかけてます。でもし X と Y、まずこの式があった上で X と Y っていうのが同じ確率変数のことを議論してるというふうに仮定するとどうなるか。なんでこっちがより一般的な式だと思ってください。でそれを、例えば x イコール y の時に特殊化します。そうするとこいつは μx になってこいつ x になりますよね。でそうすると結局こっちっていうのはここと同じになるのでこの式に移行します。こいつが事情になって結局この式になりますということです。なんで今、一般から特殊を求めるという説明をしたんですが、実際にはまずこの特殊形我々知っていてそれを一般化してこういうのを定義しました。
二変数の確率密度に対してこういうより一般的な分散というのを定義しましたということです。であくまでも定義ですよ。ここをどんだけいじってもこいつは出てきません。あくまでも、こいつをよく観察してやって一気に機能してこいつを、定義したわけです。これでうまくいくだろうと考えて定義したのがこの共分散という概念です。いいかな。で、これじゃあ実際にどういうふうに定義されるのか、中数式でどう定義されるのか見ていきましょう。ただもうこれ実はこの式が定義そのものですよね。もう期待値というのはさっき、これかここで、もう期待値自体は定義したので、ごめん、期待値自体はこうやって定義したので、あとはファイが変わるだけですね。で、今考えている新しいファイというのはここですということです。で一応なので、定義というよりも書き下すだけなんですが、まず連続変数に関してはこれはこうなります。ちょっともうこれ省略して書いちゃうね。これ、x と y 両方に対する積分で両方ともマイナス無限大からプラス無限大までですというような、省略した書き方です。で、積分の中身どうなるかというと x-μx y-μy、これはここですよね。これが降りてきただけです。で、これに fxy をかけて dy、 dydx ですね。ちょっと待ってね、せっかくなんで綺麗にちょっと直しましょう。よ、もうちょっとこっちに持ってきて dydx ですということです。でこれが連続的な時ですよね。で、さっき勉強したように離散的な場合でも離散的な確率密度、離散的な確率変数に対する確率密度でも、同じように定義することができます。共分散を定義することができます。離散の場合にはシグマ、あ、これやっぱちゃんと順番分かりやすい順番で書きましょう。xi-μx、yi-μy で、これに xi、y は、y の下付けは j ですね。ちょっと直します。ここか、ここもそうですね。j です。で、ここに二重でサンメーションがついて、一つは x に対するものなんで i が1から最大値 m まで。で、こっち j が1から最大値 n までということになるわけです。いいかな？なんで今共分散、もう一回いくね。今定義しているのは共分散という話です。で、この共分散というのはこの今まで勉強した1変数の分散というののこの2乗になってキュッとこう固まっちゃってるやつを x と y2 つに分けたことによって定義される分散だというふうに考えてください。で連続の場合にはもうこれここが期待値の話なのでそれがそのままこう降りてきて2乗の積分の中にこいつを突っ込んでやって確率密度をかけて dydx、というので計算することができます。定義されます。計算することができるじゃなくて定義されます。で離散の場合には同じようになるんですが、ただしここの積分がサンメーション、和に変わっていますよということです。いいかな。で、この共分散というのの、性質というのを本当はいろいろ見ていきたいんですが、共分散ってちょっと分かりにくいんですよね。なのでこの共分散をから派生した相関係数というのを今から説明します。でこの共分散から相関係数というのを定義してあって、その相関係数を使って今からやるのは2つの確率変数 x と y の間の関連を見ていきましょうという話をしていきます。まずキーワード相関係数です。でこの相関係数というのは、共分散から計算することができます。でこいつら全体で何を表しているのかというと x と y の関係、
関係というのは無関係というのも含まれるんですが、 X と Y の関係、これを、知ることができる、理解することができる。 X と Y の間の関係を知ることができる、理解することができるような、数として、値ですね、値として相関係数というのは定義、今から定義しますということです。でじゃあ相関係数どうやって定義するのか見ていきましょう。まず相関係数 XY というふうに書きます。でこれが、記号の定義ね、これは、ちなみにこいつはローと呼びます。ギリシャ文字のローです。ラテンのアルファベットだと R に対応するローですね。このロー XY と書いて、でこれを相関係数と呼びます。X と Y の相関係数ですね。で、こいつ定義はこうなります。分子に先ほど定義した共分散を置きます。でこの共分散を X の標準偏差と Y の標準偏差で割ります。でこれつまりどういうことをやってるのか、一応書いておこうかな。これ共分散ですよね。でこいつらは XY の標準偏差です。分散じゃありません。合ってる？標準、準偏差です。で、ここで気をつけてほしいのがこいつね、ディメンジョンです。この共分散 XY というのはさっきの定義を見てやると確率変数の事乗のディメンジョンでしたよね。ここ、例えば分散っていうのは事乗です。で同じように共分散っていうのも事乗でした。でその一方で標準偏差、これは分散のスクエアルートでしたね。標準偏差、例えば、そうか、今まで勉強してきた中だと一次元のやつだとシグマの事乗という分散があって、それのスクエアルートを取ったのが標準偏差でした。これよく慣れてくると特に勘違いしちゃうんですが、分散、標準偏差のスクエアルートが、分散のスクエアルートが標準偏差です。で、逆ではありません。逆も計算として値としては成り立つんですが、定義としてはあくまでも分散が定義されて、それのスクエアルートが標準偏差です。で、ただこの標準、ここでポイントになってくるのは、標準偏差というのは分散のスクエアルート、つまり変数に対する、確率変数に対する1乗のディメンジョンです。いいかな？で、これちょっと消しちゃいますね。なので、これ何が言いたいのかというと、ここ2乗なんですよ。でここ1乗かける1乗です。なので下分母全体では2乗なんですね。で2乗を2乗で割っています。ということでこれ全体ではノーディメンジョンになるわけです。つまり、次元のない値ということで、その値そのもの、の大きい小さいというよりは比ですね。そういうふうに言った方がいいかな。結局これはただの比の値になってきます。でこの比の値が大きいか小さいかということによって X と Y にどういう、関係があるのかというのを見ていくことになります。でさらにこれ比なんですが、実は規格化も自動的にされています。つまりどういうことかというと、こういうことです。規格化されている、勝手に規格化されていると書いておきましょう。自動的に勝手に規格化されています。
つまりどういうことなのかというと、ローxy というのはマイナス1以上を1以下の値を取ります。最小値がマイナス1、最大値は必ず1ですということです。で、こういうふうに規格化までされていますということね。で、この相関係数マイナス1から1までの間の値を取るんですが、それぞれに関して、x と y がどういう関係を持っているのかというのを確率密度の形を見ながら説明していくことになります。ただそれを始める前に、そもそもこれなんで勝手にマイナス1から1まで規格化されているのかと、うまいこと本当にそうなっているんですかというのを少し数式で見ていきたいと思います。で、数式多くなってくるので、ちょっと頭が休まるかどうかというのは、微妙なところなんですが、今までの話の本質から少し逸れてトリック的な数式の面白みを見てもらうという意味で、少し頭の体操というか気持ちの切り替えの休憩という、休憩ではないですね、ちょっとした娯楽のつもりで今からやることを見ていってください。相関係数が、相関係数 xy がマイナス1以上1以下、マイナス1から1までの範囲に、絶対相関係数というのは落ちてきますよというのの証明です。やってみましょう。で、これやるためにどこから入るかというと、これも非常にトリック的なんですが、こういう期待値を考えます。エクスペクテーションの中括弧開いてラムダというある定数ですね。で、x 引く μx 足す、括弧の y 引く μy 括弧で中括弧閉じて事情です。ちょっときれいに書いとくかな。こういう式を考えます。で、これ、今から何をやりたいのかというと、実は、今からやるのはこいつの中身が、いやごめん、こいつ、ここが必ず正になると、事情なんでね、こいつが必ず正になるんですよというのを使って不等式を立てて、でそこからこの話を証明していくということをやります。いいかな。で、ちょっとまあ見ていってください。で、この部分ですね、この中の部分見ていきましょう。この中の部分を整理します。そうするとこれはラムダ事情、この、今からこの事情をボンボンとかけて、さらにこの2つのインタラクション、この全体の事情というのを計算しています。そうするとどうなるかというと、ラムダ事情のシグマの x の事情、あ、ごめん、違いますね。この書き方をするんであれば、この範囲というのはこれ全体ですね、エクスペクテーションです。なんでこれイコールです。そうするとこのエクスペクテーション、この期待値の中、期待値というのは、期待値の中ではなく期待値というのは、ラムダ事情シグマ x の事情足す2ラムダシグマ xy 足すシグマy 事情で、これが必ず正になると、なぜならここに事情がついているからという不等式が出てきました。で、これね、まずこれわかるかな、これ事情したんで、まずこの項が事情になりますよね。で、そうするとラムダの事情ここに降りてきます。で、さらにこいつ、x 引くラムダ x の事情の期待値というふうになるんで、シグマ x の事情というふうに x の分散というふうになるわけです。で、同じようにこの y というのはこっちに降りてきます。こいつがここに事情にかかって、でエクスペクテーションというのはあくまでも積分なので、こう項として足し算に分かれているときはこいつだけ計算すればいいんだったよね。この事情か、こういうふうに計算すればいいので、シグマの事情というのが出てきます。で、さらにこのこいつとこいつをかけた項、これ2項なんで、さらにここに2がつくんですが、こいつとこいつの掛け算の項というのが出てきて、それの事情というのが出てくるんですが、それは実は、さっき見た、どこだったかな、共分散のこの式ですね。 x-μx×y-μy、x-μx×y-μy と
というこの2つのこの2項の掛け算ということでこの式が出てきます。でそうするとこれよく見てやるといい感じで、ここに x の分散 y の分散、xy の共分散というのがあって、でさらに今ちょっと、行ったり来たりしちゃいますが、まずここからいきましょう。 x の分散 y の分散 xy の共分散、この3つがある。これいいところというのは、実はさっきの相関係数の定義見てやると x の分散で、xy の共分散 x の標準偏差、つまり分散のスクエアルートです。でこれ y の分散のスクエアルートである y の標準偏差と、でこの3つから、この 1,2,3,3 つから相関係数というのが定義してされています。でこの3つ相関係数を計算するための3人の役者、ここも全部出てきたんですよね。でこれを出したかったので今これを計算したわけです。でさらに今僕らが証明したいのは、これです。この不等式です。なので、ちゃんと不等式が出てくるようにこれ事情をつけて、これは、0より大きくなりますよというふうにしたわけです。いいかな。でこれ、さらに少し先走って言ってしまうと、これ一方向のどっちかが大きいというだけの不等式ですよね。でも僕たちが証明したいのはある範囲に落ちるです。でこれじゃあ将来的にこの先どうやって計算していくのかっていうと、ここが事情ですよね。ある事情が何かよりも大きいという不等式にしていれば、その事情をスクエアルートで解いて1乗に落とすときにプラスマイナスという両方の条件が出てくるというトリックをこの先使っていきます。今ちょっと先走って、説明してしまったので、いまいち今の口の説明でわからなかった人っていうのも安心してこの後、見ていってください。いいかな。でだ、ここから次こいつを変形していきますと。でただここで少しトリックを使います。一旦ここを忘れてこういう式を考えます。 x の分散かけるラムダ足す、x の共分散割ることの x の分散の事乗で、これの事乗です。いいかな。でこれ、よく見てやるとこの部分とこの部分というのは似ているのが分かると思います。同じではないです。まずここね。このシグマ x の分散をラムダ、この中にかけてやると、こう事乗があるので、ここにラムダの事乗が出てきて、こいつとこいつとこいつで、この項出てくるよね。で、さらに、こいつとこいつで見てやると、これ x の、事乗、混乱しました。いや、いいのか。まず今そこまでは考えなくていいんですね。なのでまずこいつ出てくるというところだけ見ていてください。で今まだこの式とこの式というのは直接何の関係もありません。でただ今からこいつを変形することで、この部分というのも表現していくことになります。あれ、いいのかな。あ、そうですね。ちょっと混乱しました。まずこいつとこいつでこの項が出てくるよね。でさらにこいつとこいつのインタラクション項、つまりラムダかけるこいつ、事乗になってるので、こいつの事乗の項、こいつの事乗の項、さらにこいつかけるこいつの項というのが出てきます。でこいつかけるこいつの項を見てやると、ラムダこれね、かけるラムダ、シグマ xy で、シグマ xy 1乗でここに出てきます。でここにシグマ x の事乗が出てくるけど、これはこいつと打ち消しちゃって消えちゃいますということで、この項出てくるんですよ。でもう一個余計なこいつの事乗の項というのが出てきます。なのでこれちょっと計算してみましょう。まず最初に出てくるのがさっきも説明したこいつらです。でここから出てくるのが、ラムダ、ラムダ事乗シグマ x の事乗です。で次に、こいつとこいつで出てくるやつというのが、さっき一回説明したこれですね。2ラムダシグマ XY ということで、こいつとこいつのが同じ項です。でこれとこれ同じ、形をしています。でそれに加えてこいつですね、これ全体の事乗という余計な項が、出てきます。でそれがちょっと待って、ね、足すことの×
けるかな、足すことのシグマ x の事乗、つまり x の分散かける、共分散シグマ xy の事乗です。でちなみにこれ事乗で、ここもともと事乗だったのが事乗になって、これ4乗じゃないのと思うかもしれないんですが、これこいつと打ち消し合ってるっていうのを忘れないでください。そうするとここ事乗になります。いいかな。でこれを使ってこの式を書き換えてやります。つまりどういうことかっていうと、ここに、こいつを代入する、つまりこいつをこっちに移した上でここをここに代入するということをやるわけです。でそうするとどうなるかちょっと見てみましょう。そうするとこれね、全体のイコールというのが、出てきて、ちょっと待ってくださいね、今ノート確認してます。間違うといけないのでノート確認し進めていきます。そうするとこれがシグマ x の事乗括弧のラムダ足すシグマ x シグマ xy 共分散これの事乗足す、シグマ y の事乗を引くシグマ x の事乗分のシグマ xy の事乗と共分散の事乗というふうになるわけです。これ合ってるかな？こいつがそのままここに降りてきてますよね。で、もともとあったこいつ、これをこっち側に移行するので引かないといけないので、マイナスになってこれがここに降りてきてますと。で、残り、もともとここにいたこいつがここに降りてきてます。一応書こうかな。もう一回書くね。この部分に、こいつ引くこいつを代入しましたというのが今やったことです。でそうするとまずこいつがそのまま降りてきてここです。で次にこいつ、これ引き算になってここにいます。で最後、これがそのまま残ってここに降りてきていますという式です。いいかな。でこれを整理してやります。でそうするとここ、まずここまではもうこのままね、ちょっとぐちゃぐちゃんと分かりにくい、ここまでこの項はもうそのまま降りてきますと。でこいつらここまでの項を整理します。でそうするとこれ整理して書き直すとどうなるかというと、マイナスシグマ x の事乗分の1で、ここにシグマ xy の事乗を引く、シグマ x つまり x の分散の、x の分散かける y の分散シグマ y の事乗ですねというふうになるわけです。でこれがこれ式全体としてはこれね正にならないといけないというのが分かっているので正というふうになるわけです。でまずもう一回見ていきましょう。ここからここに行ったのはいいよね。このマイナスシグマ x の事乗分の1というのをここに出してきたわけです。でそうするとこいつね、この項がここに来ます。このマイナスシグマ x の事乗というのを出したので、それを打ち消すためのマイナスシグマ x の、ごめん、マイナスシグマ x 事乗分の1というのをこの外に出したので、それを打ち消すためのマイナスシグマ x の事乗というのがあって、これがこっちに来てこの項になっています。で一方でこっちのもともとあった第3項というのは、こいつがこの外に出てきたので、こいつだけ残ってここになっているということです。でここでポイントになるのは、こいつの符号なんですよ。いいかな。今我々が議論しているのはこのラムダによらずに、ラムダがどんな値をとってもこのエクスペクテーション、期待値というのは正にならないといけないという話でしたよね。ってことはこれ、この項、ラムダがどんな値をとっても、つまり
この項がどんな値を取っている時でもここ正にならないといけないんですよ。ってことは条件としては、ここ全体負がかかっちゃってるので、ここ、まずごめん、ここ負ですよね。でこれ、x の分散シグマ x の事情はこれちょっとごめん、書き方だけね分かりにくかったので、事情はこっちにつきます。 x につくわけじゃなくてシグマにつきます。ごめん、もう一回中断したらもう一回いきましょう。ここマイナスがあって、ここの x の分散は正です。なのでここ全体では負です。で、これ全体ではここ正にしたいので、ここが負だったらこっちも負にして打ち消して、これ全体では正にしたいんですよ。ってことは我々が考えないといけない条件というのは、ここは正になるという条件です。いいかな。なんでこれ詳しく書いていきましょう。なんで今我々がやりたいのはここね、ここを正にしたいわけです。なんでこれ書きます。 x と y の共分散引く x の分散かける y の分散、これは正になってくれないと、この全体の不等式こいつね、こいつが成り立ちません。あ、ごめん、正じゃないね、負になってくれないと全体の不等式は成り立ちませんよということです。 OK。 でそうするとこれ、あれあれあれ、よく見るとなんかこうそれっぽいのが出てきましたよね。そもそもこの相関係数ロー xy の定義というのは、共分散を2つの標準偏差で割ったものでした。でこうやって見てやると、これ共分散の事乗と、分散というのが2つ出てきてます。いいかな。でこれ0より小さいという不等式です。なんでこれ事乗の何かの式があって、で不等式になってる。なんでこれ多分なんとなくですけど、多分ねここから狙っていくのは、ここでなんかスクエルート取るような全体の作業をすれば、この不等式というのは2つに分かれて、何々より小さい、何々より大きいと2つに分かれるんじゃないかなというふうにだんだん当たりがついてくるわけです。まだ当たりがついてるだけね。でこれさらに変形していきましょう。ここから先は実はもう計算としては簡単です。この2つをこっちに移してきます。でそうすると、この式自体はこうですよね。x の分散、y の分散というのが、右辺に来て、xy の共分散の事乗です。これ共分散じゃなくて共分散の事乗ですね。でこれが左辺に来ます。で不等式になっているということです。で、今度はこいつら。こいつらを、今引き算だったのをこっちに移していきました。で今度はこれを割り算でこの分子に移しちゃいます。あ、分母に移してしまいます。そうするとどうなるのか、共分散の事乗割る x の分散割る y の分散で、そうするとこれ不等式どうなるのかっていうと、ここ今正ですよね。分散なんでこいつら必ず正です。ってことはこれ割り算してやってもこの符号、不等号変わらずにこういうふうになります。1、xy の事乗両辺を x、両辺を x の分散と y の分散で割っているので、こういう式になりますということです。で、そうするとこれね、定義もう一回これです。この、相関係数の定義というのを見てやると、さっき出てきた左辺のスクエアルートですよね。なんでこれ実はこいつは相関係数の事乗でしたということです。相関係数の事乗、これは1より小さいという不等式が出てきたわけです。で、そうするとこの式から何が出てくるのかというと、これスクエアルート取ってやって、この事乗消しちゃいます。でただ事乗消すときに忘れちゃいけないのは、絶対値を取っておかないといけませんということね。こういうことです。で、これ絶対値がついてないと、これローがマイナスの場合でもプラスの場合でも、これ事乗すれば、これ1より小さいと、あ、ごめん、1と等しくなってくるので、ごめん、ちょっとあれですね。これを事乗すること、この式を事乗することで、プラスマイナスというのは必ずプラスになって縮約されちゃうので。こっち事乗を取るためにスクエアルートを不等式で取った時は絶対値を取らないといけません。これはまあ高校でも何度も出てきていると思います。なんで、この式が出てきます。
で、これを最終的に整理すると、相関係数 xy はマイナス1より大きくて1より小さいという、この、まさに証明したかった相関係数の性質、こいつですね、こいつが出てきましたということです。いいかな。で、今相関係数が、マイナス1より大きくて1より小さいという話を証明するために、本来の話の本筋からは少し逸れちゃったので、もう一回復習しておきましょう。今までの、今日の授業、今までのところを復習しておきます。今日の授業でずっとやってきているのは、2変数の場合の確率密度から期待値を求めるという話でした。で、その期待値にはいろんな種類のものがあります。で、特に我々が期待値としてよく使うのが、平均、つまり一時のモーメント x の期待値、平均 y の期待値、 y の平均で、 x-μx の2乗ということで x の分散、 y-μy の2乗ということで y の分散で、さらにこの両方を組み合わせた x-μx×y-μy の期待値ということで共分散というのを定義しました。で、この共分散を x と y の標準偏差で規格化したのが相関係数ローです。いいかな。で、そしてこのローには、規格化されているので、マイナス1よりも大きくて1より小さい、このマイナス1からマイナス1から1の範囲の値を取りますよという性質があります。で、それをきちんと数式で証明しましたというのが、この板書とこの板書だったわけです。いいかな。で、ちょっと話はそれましたが、今やっとこの、相関係数というところ、そしてその相関係数の性質というところまで戻ってきました。じゃあもう少しここで具体的に相関係数の値と x と y という変数の分布というのがどういう関係を取るのかというのを見ていきたいと思います。なんで相関係数xy の値と xy の密度、確率密度もしくは密度関数という言い方もします。というのを見てみましょう。まずこれ、3つ例を出して具体的に説明するんですが、相関係数 ρxy が0の時というのは x と y は無関係に分布します。無関係に分布するっていうのはどういうことなのかというと、ここで fxy を書いてあると、ちょっと二次元なので書くの難しいんですが、こういうふうに円形に分布しますということです。いいかな。なんで x が、例えば、こっち x、こっち y だとすると、 x がどんな値をとっても y の分布の形、つまり、この x が例えばこの値をとった時の y の分布の形のこの断面ですね。で、これ例えばこういう形です。で、ここもこういう形、ここもこういう形と。で、これ規格化の問題があるので、これ一個一個で、周辺化して見てやると、大きさは変わっているんですが、このこっちの大きさは変わっているんですが形は変わりません。で、こういうのを x と y というのが無相関というふうに言います。 x と y は無相関、無相関なのでローが0ということで、相関係数0ということです。で、こういう時には確率密度、確率密度を見てやると、こういうふうに x と y 関係なく、こういうふうに対称に、点対称に fxy という確率密度分、確率密度関数が分布しますということです。で、一方で、ローを、こっちに書こうかな、ロー xy が正の時、ちなみに正だけど、ちなみに1よりは小さいんですよね。こういう時どうなるかというと、 x と y はこういうふうに分布します。つまり x がこういうふうに分布します。色を変えました。 xy、 つまり x が例えば
こういう値を取っている正の値を取ると y もここ0なんでこっちですね、この正にシフトした値を取りがちになると、で x が負の値を取るときこうですね、 x が負の値を取ると y の分布もこういうふうに負にシフトした、分布を取りますということです。でこういうふうに x が大きくなれば y も大きい、つまりこれね、言い方もっとざっくばらんとした言い方しましょう。 x が大きくなると y も大きくなる、 x が小さくなると y も小さくなるというような分布です。でこういう時には x と y の間には正の相関があると言います。で、x と y のに正の相関があるときというのは、相関係数ρ xy、 ごめんカンマ打っちゃいましたね、この時期でここカンマ打ってないんで消しときましょう。ρ xy、 相関係数ρ xy というのは正の値を取って確率密度はこういうふうな右肩上がりの分布をしますということです。で、ここまで書くと多分もう一個のパターンというのもみんなすぐ想像はつくと、ついてると思うんですが、こういうことです。次のパターンは相関係数 ρxy が、ρxy が、0より小さくてマイナス1より大きい、つまり負の値を取るときです。ごめんね、これこの書き方書き分かりにくいので揃えておきましょう。こっちは ρxy が1より小さくて0より大きいときですね。同じです。今、同じ式書きましたが、これさっき書いたのと同じ式です。ただ、右と左入れ替えただけです。で、それこれに合わせたからです。で、こっち、最後のパターン。相関係数 xy が負の値を取るときというのは、このパターンの真逆になります。なので、こういうふうにやって、xy とあると、分布はこうなります。つまり、x が大きな値を取ると y は小さな値を取って、 x が小さな値を取ると y は大きな値を取る。でこういう時には x と y の間には正の相関があると言います。x と y には負の相関があると言います。逆ですね。というふうに言いますということです。でもう一回繰り返しになりますが、なのでこの相関係数 x と y というのは読んで字のごとく x と y の間相互に、相関ね、相互にどういう関係があるかを表している値が係数、係数がこの相関係数 ρxy です。で、ρxy が0、つまり無相関、相関がないという時には、x が決まっても x の値が何かあっても y の値は全く影響を受けません。同じように y の値が何か決まっても x の値というのは影響を受けません。でその一方で、相関係数 xy が正の値を取るときというのは、日本語では x と y には正の相関があるという言い方をします。これどういうことかというと、 x が大きな値を取ると y も大きな値を取る傾向があると。で逆に y が小さい、x が小さい値を取ると y も小さい値を取る傾向があります。でさらに逆に言い方をする、逆の言い方をすると、 y が大きな値を取るときには x も大きな値を取って、 y が小さな値を取るときには x も小さな値を取るということです。でこういうときには確率密度はこういう右肩上がりの分布になります。でその逆のパターンとしてあるのが、 x と y に負の相関がある場合、つまり相関係数 ρxy が負の値を取る場合です。このときには x が大きいときには y は小さくなる傾向があって、 x が小さいときには y が大きくなる傾向があります。で逆に言えば、 y が大きい値を取るときには x は小さい値を取る傾向があって、 y が小さい値を取るときには x は大きい値を取る傾向があるということです。でこういうときには確率密度はこういうふうな右肩下がりの分布を取ることになりますということです。いいかな。で、ここまでが今日の、クライマックス、共分散から、まず、平均 xy それぞれの平均から始まって x の分散、 y の分散、そしてそこから共分散という値を定義して、その共分散と、xy それぞれの分散標準偏差を使うことで相関係数というのを定義して、この相関係数の性質というのところまでたどり着きました。
でポイントになるのはこの相関係数というのがきちんと分かっていれば、2つの確率的にしか決まらないはずの確率変数 x と y の間にどういう関係があるのかというのを、なんていうか性質として表現できるということです。あの2つとも xy 2つともあくまでも確率変数なので、値自体はボンとは決まらないんですね。あくまでも確率的にしか決まりません。ただそういうふうに確率的にしか決まらない値に関してもやはり何らかの関連があるということです。例えばね、皆さんの身長と体重の間には相関があるという時には、背の高い人は体重も重い傾向があって、体重が重い人は背も高い傾向があるということです。ただ個別で見ると非常にばらつくんですが、やはりデータで見るとそういう、関連が出てきます。でそれが性の相関なので、このパターンですね。こういう傾向、例えば身長体重となるとこういうふうな分布を示す傾向がありますよということです。いいかな。で、以上で大体今日 のクライマックス終わりなんですが、もう一個今日は補足として説明しておくことがあります。それが x と y が独立している時の相関係数、もしくは共分散、どちらでも同じなんですが、相関係数と共分散はともに0になりますよという話です。でいきましょう。今日の、補足事項、 x と y が独立している時、独立の時、相関係数 xy もしくは共分散、シグマ xy というのは0になりますよという話です。これちなみにこれね、共分散 xy が0だったら、これ相関 xy、相関係数 xy というのは0ですよね。これは相関係数の定義を見れば明らかです。これ相関係数共分散なんで、この分子の共分散が0になれば、この相関係数も0になりますよという話です。で、今日の補足として、今から僕がちょっとだけお話をするのは、 x と y というのが独立、2つの確率変数 xy が独立しているときには、共分散そして相関係数ともに0になりますよという話です。でまずこれ今から証明していくんですが、 xy が独立している、証明するためには xy が独立しているということをきちんと式で書かないといけません。じゃあ x と y が独立しているというのはどういうことなのかというと、これはこういうことです。x と y の確率、結合確率、確率密度、結合確率密度というのが、つまり f of xy というのが、2つの、周辺化された確率密度、f1 of x と f2 of x の単なる積として表されますよということです。でちなみにここね、今言いながらさらっと出てきましたが、f1 of x、f2 of x というのは、x と y、それぞれに関する、周辺化された確率です。でこれ忘れてる人は今一回ビデオを止めて前回のノートを復習してみてください。でただいずれにせよ、この x と y が独立の時という、この日本語で書いた条件というのは数式的にはこういうふうに表されます。つまり、結合確率密度 x と y とかの、x と y の結合確率密度は単なる周辺化確率 f1x と f2x、 つまり x と y それぞれに対する周辺化確率密度の積として表されますよというパターンです。でこの時には、必ず、相関係数そして共分散というのは0になります。これが今から証明したいことです。でただね、これ直感的には当たり前なんですよ。これ f1 of x というのが x に対する例えばこういう分布ですよね。で f2 of x というのが y に対するこういう分布だとします。適当に何でもいいんですね。こう非対称でもいいんでこういう分布です。でこの2つ掛け算すると、この、2つの間の関係というのはなんかこういう感じになって、さっきみたいにこれですよね、こういうふうになります。こういう傾きのない分布に必ずなるわけです。なので、f1 of x と f2 of x が必ず、こういうふうに、独立して表されていて、独立して表されていて、その掛け算で結合確率密度というのが表されるときというのは、絶対にこの確率、結合確率密度には傾きがないので、当然相関係数は0になるはずです。ただそれを今から数式で見ていきますということです。
この図ちょっと邪魔なんで消しちゃいますね。あ、いいか。この下に書いていきましょう。でなので今我々のスタート地点はこの式です。これ覚えておいてください。でその上でここで、これです。シグマ XY 共分散というのを計算してみます。でこれ共分散計算すると共分散の定義からいきますね。二重の XY それぞれ、XY に対する二重の積分で X-μX×Y-μY で FXY の DYDX これは、もう何度も出てきた共分散の定義そのものですよね。定義そのものでした。で、これを今二重の積分になっているんですが2つに分けてしまいます。でこれじゃあどうやって分けるのかというとまずこいつね、こいつを、この式をここに代入します。でそうするとこの二重の積分が2つの、一重の積分に分離することができます。まず代入してみましょう。マイナス無限大からプラス無限大、マイナス無限大からプラス無限大、x-μx-y-μy かける f1x f2y dy dx、 ちょっと小さくなっちゃった、頑張って書きますね。 dy dx です。でこれ見てやると分かるんですが、こっち x f1x というのはここ、この2つをまとめてやるとここは x だけの関数になりますよね。で一方こっち、こいつとこいつまとめてやるとこれは y だけの関数になります。なのでこれきれいに2つに分けることができてこういうふうになります。まず最初のところがちょっとスペースに読むってこっち書きましょうね。マイナス無限大からプラス無限大の積分で x-μx×f1xdx、 これが x に関する部分です。でこれかけるマイナス無限大プラス無限大 y-μyf の2の y の dy というふうになるわけです。で、これもここまで来ると実はかなりもう見通しも良くなってきます。で今ねこれ完全に x と y という変数の違い以外はこの1番と2番全く同じ形をしているので、この1番だけ注目して今見ていきましょう。この1番のところというのはこれ積分をさらに2つに分けられます。こいつを x にかけた時とこいつを μx にかけた時、この2つに分かれますよね。でこれじゃあどうなるのか、まずこの x、 こいつを x にかけた時というのを書いてみましょう。それがこれです。マイナス無限大からプラス無限大の x の f1xdx で引くことの次こっちです。こいつをここにかけるパターンですね。これマイナス μx のf1 んあいいのかマイナス無限大からプラス無限大の f1x の dx です。でこれねこの式見て気づいてほしいんですが、ここです。これ確率密度を全領域において積分してるわけですよね。ってことはこれ規格化があるので1になります。なんでこの項全体はμx、 あとなんならこれマイナスまでも含めちゃってマイナス μx にしようかな、マイナス μx です。で一方こいつ、これパッと見て気づくかなと思うんですが、これ、周辺確率に関する、周辺確率に関する x 一時のモーメント、つまりこれ平均なんですよね。でただね、じゃあこれ何の平均なのかという話なんですが、これ実は μx これになります。でただね、今日定義した
μxx の平均というのはここ結合確率で、定義してます。でただこれ今ここが x とは独立というのを条件にしているので、ここにさっきのこの fxfy というのが独立してますよという式、こいつですね、こいつ代入してもらうと、実はこれさっきの定義でこの授業の最初でやった定義で出てくる μx の定義そのものになってくるというのに気づくと思います。これ気になる人やってみてください。でそうするとこの丸1と書いたこいつの第1項、この部分というのはこれで μx になります。いいかな。なんでちょっと分かりにくいんで黄色でこう書いておきましょう。これです、丸1で、そうするとこれは μx-μx なので当然0になります。 OK で、これ、この式でいくとこの部分ね、こいつ0になりましたよということです。で今この丸1の部分と丸2の部分というのは x と y という記号が違うだけで全く同じことやってますというのを言いました。なので全く同じことやってるので、やっぱ全く同じ結論になってここも0になります。ということは、今ね、ちょっと見失ったかもしれないのでここからいきますね。今やろうとしているのは x と y が独立の時、つまり f of xy 結合確率 f of、結合確率密度 f of xy が、f1 of x f2 of x という2つの確率変数の確率密度の積として表されています。つまり x と y が独立ですという時にはこれです、共分散そして相関係数が0になりますというのを今から示そうとしていたんでした。なのでこの共分散の定義、ここですね、ここからスタートしてここにこの、条件式というのを代入したわけです。ごめん、ここですね、ここに代入しました。でそうするとこの共分散の式というのはこういう形になります。でこれを整理してやると丸1丸2という2つの部分が出てくるんですが、それぞれ0になりますということです。ということはこの共分散の式は0っていうことですよね。なので、この計算の結論というのは共分散の式 F、 共分散の式というよりも共分散、これは0になりますということです。なのでこれでこれですよね、 XY が独立の時、独立の時、共分散が0になって、それゆえに相関係数も0になるというのの証明は終わりましたということです。でちなみにもう一応書いておくと、復習を兼ねて書いておくと、相関係数というのは共分散を x の標準偏差と y の標準偏差で割ったものなので、今ここが0なのでこいつもやっぱり0になりますよということです。でただ、注意しておいてほしいことがあります。注意、今我々が注目しているのはここに書こうかな、注意、最後、今日の最後のところです。注意、今我々が証明したのは fxy が f1xf2y というふうに x と y が独立している、これはつまり x と y が独立していれば共分散は0になります。つまりロー、相関係数も0になりますということです。これはその通りです。ただただし共分散 xy が0とか、もしくは相関 xy が0だからといって xy が独立とは限らないということです。これは今証明したところではありません。いいかな。でこれ気をつけてくださいということです。ということで、今日の、これで今日のところ最後なのでざっとした復習をまたやっておきます。今日勉強したのはこれですね、同時確率に関する、同時確率、結合確率密度に関する期待値という話をしていきました。でその期待値というところで出てきたのが x の平均、 y の平均、そして x の分散、 y の分散です。ここまでは1変数の時と同じように定義されました。ただ今
導入した重要な概念というのはこの共分散というものです。これは2つの確率変数 x と y の間の関係を表す値です。何らかの値です。でこの共分散というところから相関というのを定義しました。でこの相関というのは絶対にマイナス1から1の間を取ります。そしてそれがどういう値を取るかによって x と y という2つの確率変数の間にどういう関係があるのかが分かってきます。x と y2 つの間に関係がないとき、無相関のときというのは、このつまり相関係数が0になります。そしてこの相関係数が0になるときというのはこの結合確率密度というのはこの傾きを持たない分布をします。僕これさっきこのスライドを説明するときに対称の分布を持つと言っちゃったんですが、対称っていう意味では、あんま正確じゃありません。傾きを持たないというふうに理解してください。で一方で正の相関を持つとき、 x と y が正の相関を持つときには x が大きくなれば y も大きくなる。なので結合確率密度はこういうふうな、正の傾きを持った分布を持ちます。で一方で負の相関があるときというのは x が大きければ y は小さい値を取りがちであって、逆に y が大きな値を取るときというのは x が小さな値を取りがちになります。でこういうときには結合確率密度というのは、こういうふうな負の傾きを持った分布を持つ傾向がありますということです。いいかな。で、もう一つ最後に証明したのが x と y が独立の時というのは必ず共分散というのは0になって、それゆえに相関も0になりますというのを、これを数式的にも説明しました、証明しましたということです。で以上でじゃあ今日の講義は終わりたいと思います。